どうもサムライティングをご覧の皆様こんにちは。オールマスクーズです。オールマスクーズ、ホワイト、ブラック、何も聞こえねえ。というわけで本日は埼玉県は春日部に来てると。なんで我々がここに来てるのかと、はい、そうです、クレヨンしんちゃんをやるために来たんです。ほう、今からクレヨンしんちゃんの僕モノマネするんで、はあ、後の2人は僕クレヨンしんちゃん役やるんで、はい、以外のモノマネでフェードアウトしてもらっていいですか。わかりました。わかったんだ。吉高さんが最後モノマネ終わってフェードアウトしてこのオープニングが終わりですから。いいですか。心配しかねえ。わかりました。じゃあ行きます。てってるってるてってるってるてってるってる、あ、ほら駄菓子が食べたいぞ。てってるってるてってるってる、あ、ほら鍋も食べたい。あ、あそこになんかお店があるぞ。駄菓子と鍋が食べれるのかな。てってるってるもうすぐ40歳なんだよ。ボー、一番軽いの選んだな。ボーボーじゃそんな高い声で笑わないから。はい、あのいつもかわいそうなお家に任されてる吉田さんですね。クレヨンしんちゃんってキャラ誰いるっけ。風間くん。風間くんか。あ、風間くん時間ないから早くして。風間くんわかんねえ。しんのすけ、え、なに。あーおい、マジ責任取れ、おい。でってるってる。鍋と駄菓子が食べれるらしいぞ。本日はね、お鍋と駄菓子がなんと食べ放題のお店がここ春日部にあると。駅で言うと竹里って駅からすぐなんですけども、すぐのところ、はい、はい、そんなお店があるということで本日はこちらまでやってまいりました。うん、今から行きたいと思うんですけれども、お店さんはちなみにどちらになるんですか。あちらですね、こちら。はい、こちら漢字で一文字でサクさんっていうお店さんなんですけども、駄菓子と、はい、あとお鍋が食べ放題で、お鍋がね、なんかどうやらね、二郎系的な、二郎系だ、はい、漢字のね、お鍋らしいので、こちらでございますね。美食、美酒美食、サクもう分かりやすく言うともうこういう感じでございますね。あー、もうザ・ジローでございます。はい、もう豚肉ありのもやしいて、キャベツついてニンニクと味付け油がポンみたいな、うん、なんとこちらが食べ放題ということで。食べ放題ですね。でね、後ほど詳しく説明あると思うんですけれども、はい、このお鍋だけじゃなくて駄菓子も食べ放題とか、あの お菓子だけ駄菓子だけもあれば鍋も食べ放題だけもあるし、セットもあるしみたいな、そういう感じっぽいんだね。どうやら全然想像できないですけど、ちょっと楽しみですね。はい、では、ドハラしんのすけで、僕はフェードアウトするので、残り2人にバトンを任せます。じゃあ、その時代まだ来てる。鍋と駄菓子を食べるぞ。しかも、1ミリも似てねえんだよ。ビリッテリー、ミサイボーン。皆さん、野原ミサイの髪型を想像してください。はい、イメージできました。はい、今しておりますよ。できました。北海道。大丈夫かな。はい、ということで今回はですね、鍋食べ放題のお店さんでございます、はい、サクさんにお邪魔させていただいてサムライティングやらせていただきたいと思います。ちょっとお店の方のお顔が見たいでございます。はい、よろしくお願いいたします。今回鍋の食べ放題ということで、メニューというのは今マックスさんが持ってらっしゃるやつですかね。こちらですね、券売機食券セット、はい、90分食べ放題のお一人様税込みがなんと2500円と、はい、で60分ラストオーダー、うん、で90分飲み放題お一人様なんと1500円で60分、こちらもラストオーダーになってますんで、なるほど、はい、食べ放題だと飲み放題もありますよと、うん、はい、って感じでございますね。はい、ドリンクメニューこんな感じ、おかわりのメニューとかもこちらありますんで、はい、でももうメニュー動向の前にもう駄菓子ボンみたいな感じなんで、そうなんですよ、はい、これはね、あれですよ、本当に多分どっちかというと大人がテンション上がって子供も喜べるかなみたいな感じの空間なんじゃないかなと。このラインナップはすごいですね。ちなみに僕オープニング撮る前にもう300円分ぐらい食っちゃいました。これから大食いするというのにずっと食べてるから、お店の方いいですよ、いいですよ、ありがとうございます。じゃあ今回の鍋のと駄菓子の食べ放題で、鍋の食べ放題はどういう鍋にしましょうかね。あ、確かに、すみません、お鍋の種類ってどんなのがある。甘めの醤油味、はい、まあ、すき焼き味と、はい、あと濃厚味噌、濃厚味噌、はい、の2種類。おお、せっかくあったら両方いただきたいですね。お、両方いただくことも両方大丈夫です。おお、じゃあ鍋の、味噌味と醤油味の2種類ということで、はい、せっかく、まあ、鍋と駄菓子の食べ放題でということなんですけれども、
とあの席の、まあ、ソーシャルディスタンスということなので、ちょっと鍋食べる人は2人、駄菓子食べる人はちょっと1人でやらせていただければなと思うんですけど。はい、鍋、はい、鍋、これ鍋で、鍋鍋そういうことっす。駄菓子、はい俺だけ駄菓子なんで、てか俺鍋食えない、うん、食えない、食えない、食えない、だってソーシャルディスタンスやん。そう、あの、汁ぐらいならあげてもいい。おなさげで食べたい、飲む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 、焼け酒、焼け酒、焼け酒で、はいっす。じゃあ、これはレッツのイートになるんですかね、いきましょうか。あ、3、2、1いきます。3、2、の1ハッレッツパキュンです。パキュンキュン、揃える気ねえな。来たのがお味噌のものですね。こんなんさ、絶対うまいじゃん。だって豚肉と味噌でさ、ニンニクでしょ、あの麺すき焼き風のになってますね。はいはい、はい、ありがとうございます。あ、僕らの盛り合わせしかもしてください。カルピスからキュンです。危ねえ、危ねえ、今のそんな危ねえんだよ。この人ね、鈴木さんが基本スポだからダメなんだけど、このスタイルはずるい。卵ね、いいね、いいね。これ使わない、これ使ってもらって鍋食べ、あれ吉高さん、それ何、競馬で負けた人の夢飯みたいになってんだ。何飲みスタイル、飲みスタイル、ほら、あーいいな。もう最近のサムネの感じだと撮影中に電話出てもいい感じみたいになってる。もういいと思うよ、俺は正直。うわ、これある種理想じゃん。うん、朝日だし、いやこれたまらんな。これいいな。駄菓子の食べ放題って結構いいっすね。え、ノンアルコールビールあるんですか。ノンアルコールビールありますし、ちょっと待って、あります、ぐらいでは。今自分いいっすか。はい、ぐらいでは。それあら、これ宣伝にもなるもんね。確かに、読みでございます。そう、じゃあ火かけちゃって一度どうぞ。あ、もう3分、OK、 どうぞどうぞ、もういつでも。どうぞ。ありがとうございます。何急に。なんでちょっと男出すんだよ。何カルピスも俺の隣の席空いてるなーずっと思っただけだ。荷物でもいてやろうか。ちょっと男出すんだよ。カルピスもらった時と全然態度が違う。えんちゃん、えんちゃん、マジで炎上すればいいのに。いや、炎上すればいいのに。もう何で一回炎上したらいいの。やめてよ、炎上とかさ。一回したから大丈夫。一回したから大丈夫。一回マジで痛いのに。ユキポロとかユキリンの話しまくった時に炎上したから。ざまざま。いや、あのね、一番かいそうなやっぱね、清水理科。清水理科、ね、NMB の。マジか、理科。理科、理科って、あ、理科 TV でコラボお願いします。リカ TV で嫌がるでやろうぜ。リカ TV 清水リカの清水リカさん。最近だってほら、あのコジハルとかもフットワーク軽くやってんじゃん。あ、ですよね、コラボ清水。あ、一応フードファイター、呼びやすいでしょ、俺。呼びにくい。一応コジハルは別にあったもんな。リカ TV さん、はいはいはい。俺一番好きなの、いつもこれじゃん。リピさん、だったら見てか、もう11月上映さん、いただけようよ。何、上越って一人しかいないじゃない。のっち、あの、やだからあいつ、ラジュさん、ラジュさんの奥さんの店も行ってあげたいし、長野の、ね、あそこ行きたいな、うん、だから、侍でさ、あそこは行きたい。なんか、ラジュワイフは行きたい。ラジュさん、いろいろお世話になってるし、ラジュさんとのっちさんに会う旅みたいな、ね、のっちはおまけにいいよ。かわいそう。まあ、しっかりこう、ソーシャルディスタンスとか意識した上で、なんか地方ロケとかもどんどん増やしていきたいですよね。そうですね。そう、マツタケ撮りたい。ほほほ、まだ撮れんじゃん。撮っていいの。知らぬ山とかってちゃんと、あ、知らぬ山に見れば、あ、いけんすか。大丈夫、大丈夫。まただ、ただ見つけられるかどうかわかんない。マックスにマツタケを買う。皆様、秋のサムライイーティングは撮ってる。マツタケを借りたい、そしてマツタケを買いたい。そんな感じだ。サイリーじゃねえ。どうねえ、しかもマツタケじゃねえだろ。なんだろ、今シェノキしめじ、ねえ、ねえ、女性いるから。マッシュルームやめとけ。なめたけ続けんな。じゃあ、まあ、とりあえず乾杯しますか。お、じゃあ、はい、はい、皆さんの片手にお酒持っていただいて。あ、皆さん飲まれるんですか。はい、あ、いいじゃないですか。いいです。おお、はい、では、サムライティングは、初上陸のカツカフェ、ここサクさんにて、はい、はい、ゆるく楽しみましょうということで。そうっすね、乾杯。はい、いただきます。店員さん、ありがとうございます。
いや、いいっすね、こういうゆるい感じが。小指小指あ僕一応車なんで、ドライゼロ。そうですね。あのね、飲み物を見ると、うん、まあ、もちろんね、缶ビールですとか、うん、朝日のね、だからノンアルもあったり、普通のあのハイボールですとか、うん、の他にもまあ、チューハイ、あとソフトドリンク、はい、でも限定的に見て、いろいろなのがあって、うん、感じの、もうこれだけでは十分ですっていうそこもいけるね。はい、しかもこの鍋もね、一応今これが醤油で、はい、味噌なんですよ。手前が醤油、はい、おかわりとかこっち食べ放題なの。あ、何がすごいって、じゃあ、いやもう麺はめちゃくちゃ見てると思ったら麺もおかわりとかもう言えるわけだから、これすごいですよね、うん、あれキムチの下、アイスとか入ってますね。うん、あ、締めのアイス、和であると。へぇ、いいっすね。食べ放題ってこれアイス、フードファイターって大変なんだろう。この間も駄菓子もつまんでいいわけですから。そうですね、もうすぐつまんじゃいますか。お、いいっすか。どうぞどうぞどうぞ。これでいこうかな、もっちゃん団子でいこうかな、僕は。はい、マックスさんもっちゃん団子。はい、ゆうまさんはおやつカルタです。はい、鍋ができるまでちょっと時間がかかるということなので、それまで待っていこうということですね。はい、なんて表現したらよろしいでしょうか。もうこれ大好きなの。そうっすか。ミックスマッチ、うん、いいっすね。お前どっちかというと身内なんだから。ちょっとかわいそうね、やめろよ。ギャップつけない。でもね、吉高さんもこうね、ビール片手に、はい、いいじゃないですか。いや、ちょっとやっぱりね、あのお菓子食べ放題だけもあるということなので、やっぱそこもね、紹介したいということなので。両食ってるんだったんですか。いや、だって食べ放題、僕らはい、あの飲み放題もつけてるんで、はい、そうそう、そういうスタンダードプラン。だけね、うちはちょっと今日競馬負けちゃったから。負けちゃった。あのね、ちょっと哀愁があるんだよね。あの今日カスカベダービーに負けちゃったから、しょうがない。負けちゃったから、あんだ。犬しか走ってなさそう。ある、あんだ。いや、これね、視聴者さんは分かるんですけど、こう、マックスさんとユマさんのはね、こうね、和気あいあいと、なんかこうね、いいねって感じなんですけど、吉高さんが非常に哀愁があるんですよ。もう後ろのスタッフの皆さんの笑顔がこの視線もやったもん。こう、憐憫の目でございますから、はい。駄菓子っていいよね。駄菓子いいっすよね。この年になってめったに食わないからね。ですよね。そのね、あんま買うところに行かないけど、スーパーにね、コンビニあったらちょっと買うぐらいの、うん、ちなみに店主さん、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、こう鍋の食べ放題と駄菓子の食べ放題を掛け合わせようと思ったその理由というか、経緯とかって。は、もともと一回コロナで、はい、一人だけ最初やってたんですけど、はいはい、コロナで一回ちょっと閉めたんですよ。あ、そうなんですか。はい、で閉めて、で、その後に復活するときに、はい、ちょっとなんかインパクトあるなっていうので、はい、で、まあ、あの、みんなメガホンとおかず盛りの鍋と、はい、あと、こう、駄菓子でなんか面白いなと。あ、なるほど、ちょっとインパクトをつけようというか。はい、そういうのがきっかけですね。なるほど。でも実際、鍋と駄菓子食べ放題90分と、駄菓子だけの食べ放題もありますからね、普通にこう、大人の方以外でも、その学生の方とかも来やすいと言いますか。いや、幅広く年齢層楽しめるんだなって思いましたね。ね、このラインナップですからね。はい、まあ、これから鍋食べるんだけどな。汚いな。はい、吉高さんは、お、それはモンジロイカですかね。モンジロイカもあるんですね。うん、久々に切ったこれ。なんか駄菓子とお酒っていいっすよね、うん、浸れるというか、ちょっと牛島くんのワンシーンっぽい。衣類のとこでさ、あやのごみたいな、ピーピーってやってますか。僕ちょっと似てるし、なんか似てない感じ。一人だけ話しようかね、多分。牛島くんすごい飲んでやろうか。ちょ、問題ないから、とりあえず話してもらおうか。俺サイハラあれが好き。エリナーっつって、エリナー見てないの。ジェネレーションギャップだな。そんな年離れてないはずないけど、すごいずっと年。あれ離れる。いやね、実はゆっくり沈んでってる。確かにこれ冒頭の頃と比べたらかなり高さがね、こんな感じなの。うん、これ結構1キロぐらいあるんじゃないですか。もっとあるんじゃない。いや、もっとあるよ。もっとあるか、うん、2キロ以上あるんじゃないの。メンマの量がすごいよ、あれはもう薄らんかよ。いや、確かに、確かに。何がいいって、なんか豚とかを混ぜるっていう素晴らしさ。シェフ小川に任せるよ。
これね、ボリュームすごいわ。すごい、でも肉が入ってますね。ありますね。なぜ銀歯持ってかれそう。そうじゃないですか。青ざめて寝かけるんだけど。ちょっと緩めます。結構もういけんじゃないですかな。うまいだけど。めちゃくちゃしたいさ。いけると思う。いけちゃうと思います。絶対いけるって。ありがとうございます。こっちもいけんじゃない。なんだ。ニヤニヤすんな。あれだ。これで間に合えばいいです。赤いから今それまだちょっと赤い、まあ、全然赤いね、うん、こっちは赤い。慣れてつつくのがいいっすよね。嫌がるんだって若い人たち。実際にその客層というか年齢層ってどういった方々が。若い方が多いかもしれない。まあ、それこそ学生さんであったりとか社会人、まあ、2、3年の。そうですね、あとはダメ好きの方。はいはいはい。まずゼロ次会とかみたいな感じでちょっと最初、駄菓子だけ。あ、もう試験するでしょ。なるほど、なるほど。聞いてねえもんな。あの人たち、不思議なの続いてるもん。多分ね、今ね、マックスさんとユーマさんの宅と吉高さんの宅の絵のギャップがやばいと思う。温度差がすごい。ちょっと、マジマジ。昨日の動画めっちゃ美味しくてほしい。めっちゃちなみに本来のであれば食べ放題90分という時間制限があるということですけど、はい、お鍋が提供されてから時間スタート。あ、そうですね、提供されてからなんで。なるほどなるほど、はい、あのそれまで準備できるまでは駄菓子につまんでいただいて。あ、じゃあ結構我々あの正式なスタイルだったんですね先ほど。はい、実は実は実はやりますね。これでもうちょっとひっくり返す。あー楽しそう。うおうわ、手前が醤油でしたっけ。これ醤油、醤油。奥が味噌か。味噌は結構ね、ギリ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 と。いや、卵が良いでございますな。混ぜた。いきます。おい、出して。うん、鍋ってこうやって大人数でこう付き合えるから面白いですよね。闇鍋やりたい。あ、いいっすね。心なしか闇深くなってるんですか。はい、そうせんべい、はい。これ吉高さんのソロの動画だけでも出しても面白いかもしれない。何中くらい。じゃあ行きましょうよ。はい、じゃあ皆さん、はい、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい。ぶつ揚げとかぶつ見せする人に任せろ。お、プロがやってくださるんですか。そうそう、それさんでしょ。メンマの太っすね、太っすね。卵は、卵は薄味ですね。まずはこちらから。はい、いただきます。はい、お鍋の醤油ですね。あー甘い。甘いんだ、うん、甘いんだ。甘い。へー、これ完全にすき焼きスタイル。あ、すき焼きか。いいですね。二郎系鍋のすき焼き系。はいはいはい。いや、熱いでしょうよ。どうですか、メンマ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい、これ。熱いですね。あの、いわゆる二郎系ラーメンとまたやっぱちょっと違うよね。ああ、鍋って感じ。なるほど。じゃあ結構二郎の二郎系のラーメンが好きな方も楽しみますし。うわ、うまい。うん。あー、これエブリィで卵スタイルでいいわ。いやでもすき焼きに卵は間違いないでしょうね。これやばいぞ。うわ、超美味しそう。うわ、超美味しそう。ちょっとあのお肉のヘビ、あのニンニクのヘビな感じも入り。はい。うわぁ、歯応えいいっすね。音がいいっすね。うめぇ。あの、やっぱ甘め、気持ち濃いめなんで。うん、卵がよくある。卵に卵ダンクしちゃうの。ずっと黙ってると思ったらそれかい。お、はい、これなんす。
でもさ、それはこれ辛いソースみたいな。ラー油いいっすね。卓上にも辛いのあるありがとうございます。はい、卓上にもいろいろ。どうしたんですか。高校。まあ、そうですね。俺あの、うずらって信じられないぐらい熱いね。しっかりですよ。食べてみる。あ、いいんですか。じゃあちょっと箸いただいてもよろしいですか。いや、みんなもこれ無限に食えるぜ。控えめに言ってめっちゃうまい。いいな。え、じゃあちょっと一方その頃の吉高さん差し置いてちょっと私いただきます。トマト、どうぞ。一玉ももらっちゃえばいいよ、一玉。一玉もらっちゃっていいですか。うん。じゃあ、ちょっといただきます。一玉。岩さんの方がいただきます。いいよ。一玉を。一玉ってかな、好きで食べる。うまい。あ、甘いわ。うん。あ、これ美味しい。お。あ、美味しい。豚肉うま。え、めっちゃ辛いんだけど。豚巻いてますよね。あのナッツの。パサパサ感全くねえっていうか。うんうん。プリンプリンしてる。あ、豚肉おいしい。甘辛くて本当に美味しい。あれだね、締めにライスとかうどん入れられるわけでしょ。あ、絶対美味しいっすね。甘い。どこまで行きなとりあえず骨もうどんも両方行くよね。うん、あ、そういう味してる。うん、そうなんですよ、吉高さん。味いや、鍋、あの、そういう、めちゃくちゃ美味しい。だって美味しそうだこの絵のギャップやべえな。あ、お味噌そろそろいい感じじゃないですか。すみません、鳥皿もう一つもらってもいいですか。すみません、あと自分生卵を3でお願いします。追加で卵きた。卵は合いすぎる。いやでも分かるっすよ。あ、そうそうそう、ありがとうございます。分かるっすよ、すき焼き風のね、味に卵いいっすよね。いい。でもちょっと僕個人的に、そう、今言いますとお味噌が気になってて、うん、結構ね、ニンニクもしっかり入ってますし。先生、グレープフルーツサワーください。一人で飲みに来てる人じゃないですか。終始こういう立ち位置なんで。そうですね。まあ、あの、早い者勝ちでございますから。車じゃねえし。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。車じゃねえから。それは強みだね。そうですね。あざーす。はい、吉田さんはフレーズプープルサワーでございますね。あ、さすが。あざーす。ペロペロになってる。いいよ、いいよ。それ面白いね。延長音がめちゃ面白い。行くみたいな。実際ね、その駄菓子も結構いろいろお酒に合うものでございますから。さっき鈴木さんがおすすめしたこれマジでうまいの。いやこれ懐かしいっすよね。アマゾンでケースで買ってたこれ。それはすごいわ。食レポするんですよ鈴木さん。今それお味噌ではなくまだ、うん、うん、いやでもね、鍋ほんとに美味しい。え、すごいじゃん、普通に腹減ってんの。うん、お腹空いてる。食べちゃう、ラーメン一杯しか食って。食べないよ。え、いいんすか。いいよ、もちろん。ダメなの。え、いや、いいでしょ。いいんだ。お店さんがよければ。いいでしょ。え、あの、僕もついちゃっても大丈夫。お鍋ついちゃっても大丈夫ですか。あ、ちょっと、やったぜ。さくみくんの食レポもう一回見れるんでしょ。さくみくん確かにね。あ、そうだ。味噌いく。味噌いきたいです。まだ味噌食べる。味噌やばい。味噌やばい。ジロ系大好きだもんね。ジロ系っていうかね。あの、あ、なんか想像してた感じとちょっと違う。本当っすか。うん。どういう感じですお味噌。ちょっと僕も今頂戴したんですけれども。これあれですか。生姜が結構効いてる感じですか味噌って。あ、そうなんですか。やっぱそうですよね。これすげーうまい。よくわかりますね。ニンニクと思いきやだいぶ生姜だわこれ。あ、俺個人的に味噌好きかもしれない、うん、濃厚なんですけどすっきりしてますね。いいこと言うね。ありがとうございます。30ポイント。あ、たけたけやった。いや、これはお味噌美味しいさ。醤油一番すごいかなと思ってお味噌も美味しい。もう分かりやすくこうニンニクな感じ、こっちは生姜な感じ、うん、強い感じ。あ、ちょっと喋ってもらっていいですか。いや、あの
かぶらないにしようかなと思って。あ、なるほど、してる時に。あ、なるほど、なるほど。そう、配慮でございますね。そう、じゃあ、ゆまさんのターンでございましょう。お、マックス鈴木もやらなかった。にゃっ、何だよ、これ。いや、絶対うまいやつ、それで。いや、絶対美味しいでしょ。うん、どうすか。優勝。イケボや。あらま、今の交換出ねえんだ。いやいや、You and Jordan。 うん、吉田さんも来ればよかったのにね、今日。何やってんだろうね。せっかくこんな美味しいの吉田さんね、来なくて残念。これ卵は醤油の方が好きだな。あ、卵は醤油なんですか、その頃。ポリ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 、すっげーしみり食べるじゃないですか。じゃあこれ大好きだったの。ほんと人間。あ、これ力開けるわな。え、鈴木さんましたから。うん、これ持ったから。ハサミ飛んでいって。うん、この線ついてるでしょ。うそ、白いのかな。え、ハサミの余白みたいなところがあるんです。白い、そこはいいんじゃないの。あ、そうなの、わかんないけど。これ、僕は中華系。わかんない、多分模様かもしれない。人参のヒゲかもしれないし、うん、多分普通に模様。たくみくん食べれるようになったね。たくみくんでまた行っちゃったよ。うん、もうピーで直しきないよ。ピーでもめんどくさいんだよ。宮野さんに、おい、絶対インスタグラムのアカウント入れないから。絶対入れないから。公開されたら俺、侍のアカウントから入って動画にいるとこ。しかも宮越さんってやんねえから、たくみ宮越やる。俺のアイディアないか。あ、お味噌のお肉めちゃくちゃ美味しいですよ。うまいわ。うん、全然違う、醤油と塩まんじゅう。全然違いますね。見た目もすごい似てますし、まあ二郎系っていうことでそこは一緒なんですけど、なんか、まあ、味当たりというか口触りも全然違いますし、結構お酒進んじゃうんですよ。そうですね。ちょっとあいにくマックスさんも今さんも僕も車なのでお酒は飲めないんですけれども、はい、その分吉高さんに飲んでたらどうか。あ、吉高さん、すみません、ノンアルありますか。あります。すみません。飲むね。ノンアルさんでお願いします。結構飲み物も言ってますけどね、鈴木さん。はい、もう飲み物もつけてるんで、もうガンガン行った方が、うん、こんだけお得ですよっていうのも見せれますし。確かに。ガンガン食っちゃっていいですか。あ、そんなあるんですよ。ご提供が早いでございます。はい、なんならガンガン食べてください。どう。いや、これは俺そろそろ本当になんかちょっと、もう吉田さんに対して申し訳ない気持ちが芽生え始めてるんだけど、俺みんな大丈夫。大丈夫。次ビッグカツ行くから。吉田さんに吉田さん楽しいんだ。一応セオリーがある、うん、甘いか、甘いかいいな、ね、吉田さん駄菓子って結構好きなのってどうですか。なんだろう、いろいろラインナップあるじゃないですか。うん、生姜すごいですね。これ使ってみる。うん、何をそんなことするのに恥ずかしかった。いや、マックさんすごいっすね。ラーメン2杯も食べて3杯、あ、2か。これ実はね、先ほどまあ、公開日は別なんですけど、煮干しランブさんという松壁にあるラーメン店さん、系列さんといいますか、店主さんがお持ち方で、その2店舗にお邪魔させていただいてるんですけど、いい音させるね、いい顔するね。でもね、朝日のロゴこっち向けてないから、CM 撮れないから。ドライゼロ。いや、よそよそよそ。うまい。うん、撮れるんじゃないですか。でもライバーが福山ですよ。あんちゃん対抗すんな。あんちゃん侍っていうこんなんでいいんでしょうか。俺なんかダメな気がしてきたな。普通におっさんが飯食ってるだけなんだな。多分もうスイッチ入ってるから。うん、1人、ね、すごいっすよね、スピードが止まんないんだもん。あっ、おついに吉田さんが画面からフレームアウトして、ついに斜めの方に行って戻ってまいりました。多分匂いは絶対飲んだ。すごい。
すごい飲料水結構な勢いでいってると思うんだな。うん、なんならもう部屋に充満してるんだ。なんかダクトミスしてる気分だもん。一つだけ持っていい？いいですよ。お越しいただいたさ、ライブ使うの良くない？確かにギューです。何？早速覚えても小学生の僕と知った単語早速使ってきた。でもさ、もうおっさんだからさ、もうさ、初恋の人のさ、下の名前言ってこいよ。俺ね、分かんない。俺ね、チカ子ちゃん。うちのおかんじゃねえ。ノータイム。フラシカ子ちゃん、何年前？何年前？小学校3年生だから9歳だから今から約30年前ぐらい。30年前。俺10歳なんで。俺10歳なんでもねえよ。あ、思い出したわ。近子さん。思い出せないわ。いや、近子さんは知らねえけど。え、じゃあ吉武さんの初恋の人。はい、真央ちゃん。真央ちゃん幼稚園の時。何歳か。かわいい。幼稚園の時で4、5歳。それぐらいの頃ってさ、いじめちゃうじゃん、好きな子のこと。あ、分かる分かる分かる。すっげえいじめてて、はい、分かる。俺もランドセル引っ張ったしだわ。大好きだったんだけど、すげえいじめててラブレター書いて渡したのよ、うん、多分本気で嫌われてたんだと思うんだよね、うん、あの踏みつけられたラブレター。分かる分かる。まあその真央さんから、ビリビリにして踏みつけられた記憶がある。うわ、真央さんからしたらね、ずっといじめてきた相手が急にラブレター書いてきたら、ね、ふざけんなよって話ですからね。で、家に帰って母親に感想を聞かれたのが一番苦しかった。あ、どうだったって。え、なんて言ったんですか。ちゃんと渡せよって言ったの。それしか言えねえよ。いやー、苦い思い出ですな。すごい覚えてる。30年近く前だけど。じゃほら、小川今まだ思い出してるからさ。いや、俺ちょっと本当に覚えてない。ゴリラマン、ほら。ゴリラマン、よろしく。初恋。まあでも小学校の時ですね。小学校2、3年。小学校行ってたの。行ってたよ。鬼ほど行ってたよ。ただ、まあ、よー、ボーン。行ってたわよ。すげえダメじゃないですか。いけてたんだ。うん、ゴリラの気持ち。あ、そっちか、そっちか。そう、一応ね、あのジャングルの方でもね、グミ教育あって。はい、グミ教育。あ、グミ教育。これが果汁グミで、これがポイフルで、で、グミがちげえよっつって、やましい。そんな面白くない。そんな面白くない。え、お酒入ってやれ。めちゃくちゃ面白いな、ほんとに。めちゃくちゃ面白いよ。でもどこが面白いか分かんないからカットしたらちょっと。やめちゃ、やめちゃ。なんかツッコミ下手やな、切ろうと思って。切っとくかもしれない。面白い。僕は小3の時ですね、美穂ちゃんですね。おお、美穂ちゃん。美穂ちゃんで、中学の時に付き合ってっていう感じ。初恋のことを付き合ったけど興味ないよね。興味ないよね。え、ゴリコちゃんとか言うの？ウホコちゃんとか言うの？ウホ、別名ウホコで、ジャングルで。はい、それでは、はい、今回の大トリを語ってやす。僕は今の初回の頃の名前を、はい、本当に覚えてないですよ。じゃあ何歳？分かんないです。俺幼稚園の時の同級生の名前すら覚えてない。じゃあ分かった分かった、じゃあ分かった、はい、嫁さんと出会う前の一個前の彼女の名前を。そう、嫁さん。嫁さんの同嫁さんじゃん。あ、嫁さんの前、嫁さん付き合う前の一個前のレディーの名前。さあ、奥様の人は元レディー。これ全面的に B でしょ。これダメだと思うけど。全面的に B だよね。まあ嫁の妹がよく見てるんですよ。この間の古賀忍法帳面白かったって。ちょっとこれは見てる、見てくれって言って面白かったって言って、ほとんど全部見てくれてみたいな。ちょっとじゃあ気をつけてカットします。奥様の言い方で、あの、あれ、あの方、うん、アイドルみたいな、うん、めちゃくちゃ美人の人だ。これあれですね、サムライの動画で言うと、あの初期のうなぎだったりとか、あとシラスバーガーの、シラスバーガーの時に、うん、あのね、あのリアル乃木坂っぽい感じ。嫁の妹ですね。なんかね、乃木だな、乃木だ、欅じゃない、乃木だな。違いが分かる。それか、はい、日向坂の。いや、分かる。違いは何なんですか。なんかね、ふわっとして、色白でふわっとしてて、なんかこう、ふわっとしてて。うせえ。でも本当にアイドルがすごい、ね、すごい、まあ、お綺麗な方といいますか。ちなみに余談ですけどもね、この小川今の奥様、超美人さん。美人さんですからね。めっちゃ美人。ポイントを上げてたらいいです。でも本当に美人だと思う。いや、マジで。うん、違うです。
え、なんか人前に出る系のことやってたの？夢ですか？わかんないです。あんま知らないです。なんかね、こうやって2人並ぶとリアル美男美女なんだよね。ザ・モデル。これマジだよね。まあ、奥さんがね、表に出てこられてないんですけど、映すわけにもちろんいかないですけど、撮影のね、現場にはね、結構初期の頃はちょいちょいね、聞いていただいたりして、ああ、お世話となったなんですって、うん、一緒に旅行とかも行く？行ってる。あ、そっかそっか、うん、行ってる行ってるよ。ただ、あの、ここで面白いのが、あの奥様の話すると、ゆうまさんがすごい心地悪そうな顔するこれはね、それをね、個人的にすごい楽しんでしまった。そして何より、ここで話が盛り上がりすぎて、吉高さんがすごいフリーなんですよ。いや、大丈夫。卵スリーおかわりお願いします。うん？これ？うん、確かに、うん。これはもう最後まで吉高さんは鍋をつかなかったという感じですか？ちょっと彼の中にセオリーがあるもんね。あの、あれするその、うん、一度コミットしたことは何か何でも ね。今蒲焼さんの時間だから。今肉じゃねえから。あの先ほど今ちょうど吉高さんからですね、あのパスをいただいたんですけど、こういう。トッピングがございましてですね、そうですか。でも侍の激辛といえば終わりまで確かに。いや、やっぱりこれはやっぱ試さないと話は進まないですよね。全然いい。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。男子、いや、白いご飯の上にさ、蒲焼さんの並べてさ、はいはい、蒲焼丼だって吉高に出してもバレないんじゃない？あ、確かに。あ、ちょっと酔っ払ってるし、うん、ちょっと酔っ払ってるな、確かに。あの、2メートル近くに本人いんだよ。え、ちょっとじゃあ、お願いしてみましょうか。いいよ、いいよ。あ、本気に取られちゃうよ、これ。もう、もう、お菓子で遊ぶわけにいかないから。確かに。あ、でも美味しくいただければね。美味しくいただく。ちょっとそうなんですよ、そろそろ鍋もなくなっちゃうんで、こいつらちょっと試してほしいんですよ、ね。もちろん。せっかくいただいておりますから。熱いですか。さて、行ってみましょうか。どっから行く？ちょっとあれだな。あ、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、こっちから行こうかな。萌えから萌え、はい、萌えからこれか萌え、やっぱりこのね、甘い感じがちょっと、僕これうどんちょっと食べてみる。あ、かしました。すいません、ちょっと醤油の鍋の方にうどんの追加をお願いできますか？絶対美味しいっすよね。いただきまーす。絶対美味しいと思うんですよ。うん、酒飲みチャンネルだ。3本目だ。マジかよ。何しますか？何しようかな。ラインナップいろいろありますよね。ね。あ、ちなみになんですが、吉高さん、プチ情報としてお酒はちゃんと好きなんですか？お酒ですか？お酒大好きです。おーい。結構毎日飲む感じですか？毎日。おー。結構寒い。ありがとうございます。ありがとうございます。一番お酒が得意な食感なんですか？いや、でも言ってもバーやってるしね。俺の中でゆうまさんのこと酒あるかと思ってる。意味わかるぐらい強いんで。でもゆうまさんと吉高さんの違いはどれくらいのかっていうのはちょっと僕は気になるんですね。いや、俺の5倍は飲める。あ、じゃあゆうまさん強いんだ。5倍飲めるんだと5人ぐらいだけど分かってくる。なんで喧嘩ってんだよ。なんだいつ。なんだおいつ。でもなんか侍って大食いだったり大食いはしますけど、大飲みとかはね、まあやらないじゃないですか。なんかオフショットでやってきちゃって。ゆるくやるのもちょっとありですよ。俺あと一回さ、はい、今度旅行行ってさ、はい、この前、あのだいぶ前に俺のなんかインタビューやったっていうのも、まあ顔出してないんだけどさ、飲みながらってやつ。はい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 。ちょうどなんか朝日のスーパードライなんか飲みながらさ、キムタクは片手でビール開けるからとか言ってさ、あのあるじゃん、あの回。あ、懐かしい。あれのサムライクルーコンやりたいけど、ぶっちゃけそうみたいな。今までやってきてサムライみたいな。あ、なるほどっすね。確かにこう、表だった話っていうのはね、そこまでがっつりやったことはないんですけど。いいんじゃない？ね。今なんか遠く行かなくてもいいから。カメラ回ってない時とかいつも面白いからね。だからカメラ回したら回したであのギガ数足んなくなるから。誰かさんが沼に車はめちゃったりするからねえ、靴取り軽井沢のコテージまで行って土砂降りなんか車出して詰まって、靴ぐっちゃであれやばいよ。何だっけ、あの時の女の子の名前。あ、ちゃもわ、ちゃもわ、ちゃもわ、もわ、言い方面白い。素敵な方でした。
でも頑張ってんのかな。めっちゃ売れてるんじゃないの、うん、フォロワーも結構増えたんですよ。プラス10から15ぐらい。15万、10万、10万。おっ、ウィン様伸びてね。これまあまあ辛いですね。これちなみに、この3つの中で順位とか、あの辛さの順位ですとかってあります？絶対なんでしょうか、それ、これですかね。あ、そうだったんだ。いきなり半夜行ったんだ。ザコ飛ばしたんだよ。すぐ分かるよ。いや、やっちゃダメなやつだって。うん、まあ、ほどほどにということなんですね。まあ、俺大変でやるとか。あれの動画って公開されたんですね。中華街、うん、あ、出した。どうした、ね、あれね、結構、侍の登録者の方の中でも特にこう、ファンの方というか、なんか、答えから、ファンの方からすごい好評で。あの日一番衝撃だったのは、中華街1回歩くだけでマックス鈴木さんですよねっていう、こういう方が多さ。へぇ、通らない。全部対応するんですよ。こんなのあったっす。うん、え、どこ出身ですか。いやいやいや、降りたことあるっす。で、覚えてないっていう。地方のね、学生さんとかも、修学旅行かな。あ、ですよね。来てくれてるからとかも。写真撮ってくださいらしいね。今、肌から見たらもうね、すごい若い人たちに群がられるおっさんですよ。うん、ただの元ハゲだよ。元ハゲ、今は1700です。株数ね、増やした数ね。しっかり告知しちゃった。チャギーン、チャギーン。植えたやつってさ、抜けないの。え、植えたやつって抜けないの。どうなんですかね。植えたやつどうなんだろう。一回試してみます。うん。なんで全然地球になるんでいないだろ。これもいいんじゃないかな。もううどんは沸騰してきたら OK ですかね。まだ大丈夫。いや、これ美味しいんじゃないですか。すき焼きベースの。どうぞ食べるか。いいっすか、マジでいいっすか。俺食べる。全然食べていいよ。いや、ま、本当に食べたい。俺全然お腹いっぱいだよ、ラーメン2杯食べてる。俺なんなら今超お腹空いてる。あ、すごいね、よく食べるじゃん。なるほど、何も取れない。食べたよ、生玉スリーでお願いします。食べたか。俺が、うん、それじゃ、それでいいじゃん。俺何のトークもできないんだ。俺もしてないの、全然。だから俺ディレクションするよ。そうか。でも、うどんは話してくださいっていうことでですね、どうですか、鈴木さん、お味は。うまい、うまい。ちょうどうどん握ったんで、よかったらうどんも食べていただいて。誰の真似が出てる。大泉洋。わかります。俺はわかる。全然わかんない。おぉ、面白い。あの、ほぼそうなんですか。どれですか。うまい。あ、わかんない、わかんなくなった。でも、ガジュさん、俺はガジュさん。おぉ、全然。俺も水曜どうでしょうの大泉洋にしか見やがった。それからね、マイケル・ゾーンさんだ。やるでしょ、待って。分からなくはないけど、そんな特徴的なシーンでした、そこ。顔がなんかこう引き笑いみたいな、引きつり笑い。もう、天使ってなるじゃん。やっぱ俺ら、おっしゃーしかも、おみさん、ガタいいから、おっしゃーがもうなんかね、ファイト一発が出てくるの。おっしゃーだから、何やってか分かんないの。頭から見たら、何喜んでたのか。そう、一本残って興奮してる大人たちがいるから。ボーリングの部分知らねえことなんで。おみさんだってめちゃめちゃうまいよ。パーティーの時代、そんなやつだもんね。うまいです、あの人うまいです。でも、あれ、スペア残りの一本外すと、すげえ下げ済まれるの。クソ出せとか、もう。侍の良くないとこだよね、そこはね。いや、俺ワンチャンあれで一本の動画あれやと思う。それぐらい面白かった。面白かった。でもあれやっぱお酒入れた方がいいね。ああ、あのは盛り上がる。腹痛くて俺涙流して歩けなくなっちゃったもん、その後。宇野さんは大丈夫だな。あの時本当に楽しかったなんか侍でもそういうね、なんか交えた人がいるのなんすか、そのお兄ちゃん、俺が投げる時にあれだよ。なんか縦の2本のピンあって真剣になんかこれまっすぐで倒すんですか、カーブで投げるんですかって俺がお兄さんに質問したら、鈴木さんが大爆笑して、それ以外の2種類以外弾ねえだろとか言ってこの2種類以外何があんだよ。逆に俺の天然だった。まっすぐかなんか曲げるかどっちかで言えばいいんだ。逆にそれが何があったんすって話をして俺もバカだよね。全然わかんない。そのままなんかその場の雰囲気のあれも相まってすげえ盛り上がってっていうのが笹塚の夜。はい、結構前ですか。最近ですか。でも先々月ぐらいじゃないですか。2ヶ月前ぐらい。夜焼肉食ってから9月の4日とか5日とかだ。そうですね。ああ、味がこれうまい。お菓子みたい。打ち合わせしてね。あ、
緊張した。なんかでもいろいろな生活できるのがあるでしょ。あなた楽しみなさい。あなた育つ中でしょ。楽しみなさい。お母さん、じゃあビールだけで食べていいですか。飲み行っちゃいなさい。ちょっとね、味噌を入れてみますよね。ありがとうございます。何本目でまだ3本目飲むね。あ、味噌もそうですよ、ね。まあでもなんかこういう場でなんか温まっちゃうですよね。こう話すというかね。ありました。はい、このメンバーでこうやってフラットに飯食う。俺食ってねえけど、飯食ったことないよ。俺入ってからないんだね。ない、ない。餃子にはしないですよ、確かにね。最近なかった、言えるやつ。どっちかっていうとチャレンジ系というか、うん。ある意味こう、ゆるい系サムネで出したので、最初は挑戦でしたからね。差別化という形でやり始めたんじゃない。いや、もともとの話をしちゃうと、そう、サムネ初期の初期から見てる人たちは分かんないですけど、マックス鈴木がフードバトル、まあ、フードファイトをする上で制作一言も喋らなかったんですよ、うん。だからこの場がありえない。あ、俺らもなんか邪魔しちゃいけないのかなみたいなっていうのもありましたし。そうね、最初ほとんどなんか天の声レベルでしか入ってないもんね。そうそうそう、二人の声は。で、視聴者さんからカメラマンの人がよくわかんないけど後ろの声でボソボソ喋ってるのが聞こえづらいよって言われて、ちょっと反省したし、すいませんって。で、そっからただカメラ回ってないところで、あ、これ撮ろうと思って撮り始めて、なんとなく出始めて、今もう演者だもんね。出てるもんね。いつからそうなったのか。もともと Y さんって名前でやってたのに、どっかで麻婆豆腐食ってる時に不意にモザイク外れるっていう。ああ、それは俺がめどくさくなったから。いや、グラサンかけてシャワー分かんねえだろうと思ったら、視聴者の方から「ワイさん顔立ちが整ってすごい凛々しいですね」ってコメント来て、あんまれてるのかなってまあいいかなと思ったら、この人がライブ配信で小川優馬ってずっとこの人が犯人かもしれない。酔っ払うと全部全部いっちゃう。すごい、全然いいっすよ。もうこれで鍋、うん、終了ですかね。はい、はい、これがラストでございましょうか。結構食ったな。腹出た。まあまあ腹出てますよ、鈴木さん。2、3人前でしたっけ。そうですね、2、3人前なんで、もう結構入ってるよ。5人前ぐらいあるってことですよ。結構入ってるよ。結構あ、水分取っちゃってる。だってうどん4玉ぐらい食ってた。違う、この人カルピス飲んでるから。いや、これは結構食う。またそう、今日ハングオーバーぶち込みよかったね、彼。あ、そうだね。査定だけでいくか。俺個人的にうるさいんだよ、そうですね。これがね、もっと食えないだろ、吉田が。もともと今日、うん、食えない。ラーメン2杯食ったところでちょっと、もう無理だな。食ってる速度見て無理だなと思った。2杯目進んでなかったでしょ。うん、結構食えたんだけどな、昔。いや、昔の話で。俺、鈴木さんとはあれだな、鹿児島行ってたらへんが一番食ってたな。あの頃が一番太ったわ、あの時期が確か。鹿児島行った時って何やった？去年の夏ぐらいじゃないかな。2人でメインちゃんの撮影用にラーメン屋3軒とか4軒はしごしも食ってて。あ、行ってたっすね。うん、行かせろとか言ってくれるから、あれだって言って。10月、11月ぐらいでしたっけ。いや、でもね、半袖 T シャツだった気がする。あ、そうでしたっけ。9月ぐらい、うん、9月ぐらい。なんかこうやってね、たくさんじゃないですけど、地方というか、まあ、新海ちょっと離れて、いろいろなんかお店さんお邪魔して、こういう緩いのを撮ったりとかね、どこもいろいろやっていきたいなと。なんかあれだね、なんか流しに靴下の話できる感じ、いいね。でもね、このラインナップが本当に面白いですよ。俺でも流しに。でもポテトフライ、フレッドチキンのジャンルだね。うん、あんぐらい。いや、俺はマックスです。こっちの方が好きなの。まあ、どうぞ、流したと思う。もう、スキル優先。厳しいな。ポンコツになんかやるぞ、ポンコツに。駄菓子も、鍋もいいっすね。ポンコツになんかやってるよ。緊張だから、これですね。コーラシガレットのすごい。じゃあ、はい。
食べたいんだもん。締めどころがなかったじゃん。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。おめでとうございます。こんなね、こんなトークができるのも、この美味しいお鍋、落ち着けるお鍋があるのと、あの流しがあるからですよ。あと飲み応えのドリンクがあるからですよ。お酒もあるからですよ。あと何より、この僕らのすごいニュースのトークをすごいなんかもう温かい目でこう見てくださる天使の方です。ありがとうございます。よかったらぜひ参加いらしてみてはいかがでしょうか。こちらは予約とかは特には予約もやってます。あ、誰やってる。今はツイッターの DM で出てくるんですけど、ちょっとペッパーとかあとペッパーとかね、予約しやすくなって。あ、ありがとうございます。もう詳しい情報は概要欄に貼らせていますので、はい、もしよかったらチェックしてみてください。そんないっぱいちゃんと締めて助かめし、もう竹里駅からすぐの作戦より私マックス鈴木とおじゃん。今日はいいよ、今日持ってて、今日いいとこ持ってて。かゴリちゃんとユウマと吉田がお願いしました、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。See you next movie! じゃあねー。